北州、北州、北州、556年から581年は、中国の南北朝時代に、戦費系の右分子によって建てられた国。国語は単に州であるが、紀元前11世紀から、紀元前3世紀まで続いた州をはじめとする同盟の王と区別するために北州と呼ぶ。君主の称号としては、当初、旗以来の中国の歴代王朝が称していた。 皇帝号を辞め、天皇を採用している。国祖の宇文康氏ははじめ北魏の六鎮の乱に加わったが、後にが抜けたけに基準して、頭角を表した。が抜けたけの死後、地盤を引き継いで、関中地方に誠意を張り、関西大都督となった。534年に、北魏の大乗商交官の圧迫により、洛陽から出奔した皇武帝は、宇文康氏を頼り、皇武帝は、 宇文ん氏を大上昇にして、皇官と対立した。皇文帝の出本の後、皇官は皇帝帝を擁立して、討議を立てた。一方で、宇文ん氏は、すぐに皇文帝と不仲になって、同年のうちに独殺し、新たに皇文帝のいとこを文帝として擁立し、正義を立て、北義は二分された。氏は、正義の大調裁に進んで皇帝をとし、 事実上政権を掌握した。537年、闘議の交換が大規模な攻勢をかけるが、宇文ん氏の正義は、決死の抵抗を見せて撃退した。538年に今度は、宇文ん氏が正義軍を率いて、攻勢をかけるが、闘議の猛将後継のために大敗し、逆に、長安を脅かされるが、なんとかウブン、宇文ん氏の抵抗により保った。 556年に、宇文ん氏は死去し、その後を受けて、大長歳を継いだ三男の宇文ん氏としは、557年の元日に、正義の協定から禅状を受けて、天皇位につき、北州を建てた。天皇となった、宇文ん氏とし、公民帝はその時16歳で、実権はいとこの宇文ん守るが補佐の形で戦をした。うぶんるの政治そのものは、 北州の国力を充実させた、プラス面もあったが、独裁、戦王が過ぎて、周囲の反感を買った。反対派の重臣は、公民帝が即位したその年に決託して、宇文ん守ルの暗殺を図るが、事前に計画が漏洩し、公民帝や重臣らはことごとく殺害された。宇文ん守ルは、新たな天皇として、千君の兄の宇文ん幾、明帝を擁立した。 しかし、名帝は名敏で、見識、塗料ともに優れていたため、宇文ん守ルは高難を恐れて560年に、毒殺した。次に擁立されたのは、先の二君の弟である宇文武帝であった。武帝も優れた人物だったが、宇文ん守ルに警戒されることを恐れて自ら意見を言うことはなく、必ず他人と相談して、物事を決裁する無能な皇帝を演じた。 そしてすっかり油断した、宇文んは五は七十二年、武帝の罠にはまって中殺された。武帝は、宇文ん守を殺害すると、その徒党もことごとく殺戮して、申請を開始した。一族軍心の引き締め、布告強兵などを図って、東の北西への東罰の機会を伺った。当時の北西皇帝の後あるじは、安具な上、側近も関心揃いだったので、武帝は、 申請して、北西を攻めた。第一次東罰は武帝が病気に倒れたために、失敗したが、第二次東罰では、平洋を落とし、さらに信用に迫る勢いを示した。このため、北西軍も後、主が申請して武帝と対峙して反抗したが、肝心の後、主が陣中に連れていた長飛が恐怖して逃走したのを、追いかけて、戦場離脱したために退敗し、 北西軍は壊滅し信用も陥落した。あと主は、この敗戦で皇太子の要主に上位した。五百七十七年に武帝は、北西の首都行を攻め落として、北西を滅ぼし、河北を四十三年ぶりに統一した。その後も武帝は、南朝鎮のクレメ鉄を破り、突血に遠征するなど勢力を大いに拡大して、天下統一を目指したが、七十八年に、 陣中にて病を得て放御した。武帝の放御により、皇太子の産院、先定が新たに即位した。しかし先定は父御門に遠く及ばぬ安愚の息子で、武帝が皇太子時代に心配して厳しいしつけを行ったほどであった。武帝の心配した通り、即位した先定は、武帝が死することを阻止と罵しり、さらに高級を回って気に入った女を見つけると、 陰欲のままに行動した。さらに即位後、武帝を支えていた一族軍心を自らに親し,しつけに賛成していたとして粛清し、帰って貴重な人材を失う結果となった。先帝の気候は止まることを知らず、即位の翌年である579年には皇太子の右分線、政帝に上位して、自らは天元皇帝と称した。そして身分に関係なく、 たとえ工房であっても気に入らなければ天図へと称した、杖で120回から240回にわたる叩きを喰らわせた。こうして、北州帝室は人心を失い出し、政治の実験は、外籍の随国公要件が掌握した。580年、先帝は22歳で崩御し、残されたのは8歳の政帝だけとなった。この要帝の下で要件は平権を掌握し、さらに、 隋王の称号を与えられた。五百八十一年、養賢は聖帝より禅城を受けて隋を立て、北州は滅亡した。やがて北州の皇族の宇文氏は、聖帝をはじめとして、多くが養賢によって、皆殺しにされて途絶えた。例外として、不国皇の宇文み宇文う王、宇文康氏の祖父の兄の宇文んあの孫、宇文仲中の子、宇文楽、 自は永楽不死の系統のみは許されて、党に仕えて存続した。なお、楊賢の娘で、先帝の皇后、楊霊華が先帝との間に設けた、宇文んが578年から615年も、生き残り、李さと576年から614年、李孝た536年から583年の子、に降下した。二人の間には、李せ君。 六百年から六百八年という娘が生まれたが九歳で溶接した。後に、外英はおじにあたる陽大の命により卵の死に追い込まれ、おっとりさとしも記号の最後を遂げた。正に、北州の際だった特徴は、主来に基づいた完成と、不平成である。また、その大長債、天官府、広塚里、地官府、大草白、春官府、大芝、夏官府、 大四項、週官府、大四空、東官の六官の完成は、三世六部に名称を変え、また、平成の方は、そのまま隋等に受け継がれた。その一方で、隋等帝国との大きな違いとして、全皮復古主義がある。北洲は、洲という中華風の国号を用い、儒教の経典である主来に基づく官成を取りながらも、北儀の項、 文帝以来の勘化政策に逆行する、千匹固有の習俗への回帰を標榜していた。具体的には、といった政策が取られた。平成は、軍の養殖として、八柱国、十二大将軍を置き、その二十人に、宇文康氏の出身地である、向川鎮、現在の内毛小事地区にあった、北儀の軍事基地の出身者を多く当てた、向川鎮軍閥。隋の養子は十二大将軍。 当の李氏は、や柱国の家系である。さらにその下に二十四海府を置き、この二十四軍団が、不平成軍団を構成していた。ただし、や柱国、すなわち、宇文康氏を含めた八名の、はし国大将軍という編成は、宇文康氏の在世時、すなわち、正義末期の状態の示すものであり、北州に入ると新たに、はし国大将軍に任じられる者が、次々と、 現てその価値は低くなり、五百七十五年には柱国大将軍の上に上柱国大将軍が任せられるようになった。また、北州では当初皇帝の称号を廃して天皇と称したため諸公の王は設けられず、国公が諸公の最高の爵位になった。国公に封じられたのは当初は宗室とや柱国、十二将軍クラスの行進、予備その子孫。 将軍につけない文官で、建国の功によって国皇に任税られたのは、国格印のみとされるが占められた。また、後に、北西が滅びると、その関係者にも国皇が与えられた。ところが、559年に、天皇の称号が皇帝に戻されたのを機に、諸皇復活が論じられ、574年には、諸皇王、国王、剣王、軍王が設けられ、 宗室は王に上った。諸公は国公を最高の爵位とする原則は後世に引き継がれたが、一方で皇帝が寵愛する家臣に、功績もないのに国公に除せられるなどの問題が生じるようになった。武帝は廃仏を行ったことで知られる三部一宗の廃仏の第二。これは廃仏を通じて、道教と仏教の二宗教の教団をなくして、通道館という寺院を設けて、 宗教、仏教、道教の三教を国家権力のもとで統一し、宗教の上に存在する皇帝権力の確立を目指すためと、当時の仏教の堕落に対して引き締めを図るために行われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。